一般社団法人日本クレー射撃協会は、東京都渋谷区に本部を置き、各クレー射撃大会や、検定委員会の設置等を活動の一つとする、日本の一般社団法人。日本オリンピック委員会、日本スポーツ協会加盟団体である。モントリオールオリンピッククレー射撃日本代表で、元自民党総裁、内閣総理大臣の麻生太郎が協会長を務めている。 全国に協会連盟を置くほか、日本学生クレー射撃連盟など各部会を設置する。団体は1949年に法人として認可され、設立1951年に国際射撃連盟に加盟している。協会内には総務委員会のほかに検定、団急委審査委員会、協議、国体委員会らを置き、それぞれに委員長が統率を行っている。 オリンピックにおける日本代表クレー射撃競技の監督、選手も同協会に加盟する人物が参加している。クレー射撃全日本選手権大会、国民体育大会クレー射撃競技の他にも、国際大会派遣事業や地方、協会主幹公式競技等が行われている。また、協会公認のナショナルチームが形成されており、全国に同協会公認射撃場を持つ。 2007年末には、長崎県佐世保市で起こったルネサンス、佐世保三弾銃乱射事件を受け、麻生太郎を委員長として三弾銃の適正な使用に関する委員会設置を検討している。ありがとうございます。